皆さんこんにちは、アトリエルースです。今回は男女兼用ボディバッグを作ってみました。長財布やペットボトルも入る便利なバッグです。ぜひ皆さんも作ってみてください。それでは材料です。本体に縦22センチ、横32センチの表布と裏布を2枚ずつ、外ポケットに縦15センチ、横32センチの表布と裏布を1枚ずつ、ファスナー口布に縦4センチ、横42センチの表布と裏布を2枚ずつ、底布に縦8センチ、横60センチの表布と裏布を1枚ずつ、ベルト用のタブに縦横12センチの表布を4枚、1メートル50センチから2メートルの肩紐ベルト。今回はダイソーのスーツケースベルトを使用しましたが、他にもこちらのガチャベルトを使っても肩紐ベルトに応用できます。それでは作っていきます。まず外ポケットを作ります。ファスナーを外ポケットの表布に中表になるように重ねます。ミシンで縫い付けます。次に外ポケットの裏布を表布と中表になるように重ねて縫い合わせます。アイロンで形を整えて押さえミシンをかけます。次に外ポケットを本体へ重ねて縫い付けます。まず外ポケットのファスナーの位置へピンで印をして縫い付けます。
外ポケットを本体へ仮縫いします。仮縫いですので、縫い代は5ミリぐらいで縫い合わせます。次にファスナー口布を作ります。ファスナーを表布へ中表に重ねます。その上から裏布を表布と中表になるように重ねます。そしてミシンで縫い合わせます。縫えたら広げてファスナーの反対側へもう一枚の口布も同じように縫い合わせていきます。縫えたら広げてアイロンで形を整えた後、押さえミシンをかけます。次に口布を底布へ縫い合わせます。中表に重ねて縫い合わせます。
裏布も裏布同士中表になるように重ねて縫い合わせます。押さえミシンをかけます。次に今作った口布と底布へ本体を縫い合わせていきます。まず本体、口布、底布の中心へピンで印をしておきます。この時、外ポケットのファスナーと口布のファスナーが同じ向きになるよう、ファスナーを上げ下げする金具が重なり合うように置いてください。本体の裏布も裏布同士が中表になるように重ねます。表布同士、裏布同士が中表になるように重ねてピンで留めていきます。
ピンで留めたら本体の底部分へ20センチぐらいの返し口を残して周りを縫い合わせます。本体の角1センチ手前でミシンを留めて向きを変えます。本体の角1センチ手前でミシンを留めて向きを変えます。口布を深さ7ミリぐらいカットして向きを変えやすくします。最後の方で口布が余ってしまったので手直しをしていきます。余っている口布をつまんで余っている分量を物差しで測って覚えておきます。口布と底布の継ぎ目をほどいて分量を調節していきます。先ほど測った余った分量を底布をカットすることで調節していきます。もう一度口布と底布を縫い直します。
余った分量を直したら本体を縫い合わせていきます。周りを縫えたら裏布の返し口はそのまま開けておいて、表布の返し口だけを縫い閉じます。返し口から表に返しやすいように角をカットした後、表に押し出すようにしてひっくり返します。返し口をミシンで縫い閉じます。次に肩紐ベルトを作ります。
バックルから約20センチ下のところでカットします。次に肩紐用タブを半分に折って輪になっていない方から3センチのところで斜めにカットします。1枚カットできたら、それを型紙代わりに残り3枚も同じ形にカットしていきます。次に肩紐ベルトをタブに縫い合わせていきます。ベルトの向きを確認してタブを中表に重ねていきます。ピンで留めてミシンで縫い合わせます。角をカットしてから表にひっくり返します。形を整えて押さえミシンをかけます。次に本体表布へ肩紐ベルトを縫い付けていきます。本体の上から3センチの位置へ印のピンを打った後、肩紐ベルトを重ねます。肩紐ベルトは長いので小さく畳んでピンで留めておきます。次にもう一方の本体へ縫い付けていきます。肩紐ベルトの本体の上下を確認した後、中表に重ねて縫い合わせます。3センチ測った方が上になります。表布同士、裏布同士、中表になるように重ねます。
底部分の返し口を20センチぐらい残して周りを縫い合わせます。こちらも裏布の返し口はそのまま開けておいて、表布の方だけ返し口を縫い閉じます。角をカットした後、裏布の返し口から表に押し出すようにしてひっくり返します。返し口をミシンで縫い閉じます。
ファスナー口から表にひっくり返します。形を整えて完成です。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。